はい、今日もやってきましたくるくるクールです。マリオメーカー早速やっていきたいと思います。まずはタックマンさんのコス、綾崎優の萌えジャンパレード。どうも、綾崎優です。右プラス Y 押しっぱなし、半自動コースですかね。遊んでいきましょう。綾崎優の萌えジャンパレードですからね。すげえ、なんかパスジャンが上手くなったような気分。てか相変わらずやかましいコースだ。あ、すげえ、これ潰されないんだ。あ、笑われてゆうちゃんが消えちゃった。いやー、面白かった。あっという間に終わっちゃったけど面白い。なんだろうね、タックマンさんのコースの面白さ。うまく言えないけど、やってて楽しい。うん、それしか言えない。ありがとうございます。さて、次のコース遊んでいきましょう。このベストタイムの方すごいね。どうやったらちょっと早く行けるんだろう。はい、お待たせいたしました。次は新司会の神さん。P でパックンフラワーをずらすスタイルということで、クリア率 11.11%、 これを変えてやりましょう。あ、うるさい。このコースもうるさい。なるほどね。この P スイッチを使ってパックンをちょっとずつずらしてやるスタイル。あれですね、上にあったのはこういう風にずらせよっていうのが分かりやすくなってる。よし、こうやって多分弾いてやればいいんだと思う。オッケー。次はこの P スイッチを使って、右側のところにずらしてやればいいんだろうけど、これ積んだんじゃない？やばくない？お、取れるかなあれ。あ、これずるい？あれ？あれ？あれ？これダメ？やばい？終わったかな？あー、戻れた。よかったー。あ、これやり直し用の土管？あ、そういうわけじゃない。あ、そうだよね。P スイッチが出てくる土管ですよね。P スイッチでずらすスタイル、ずらせないじゃん。え、マジで？どうしよう。こっからやり直しか。あ、戻ってきたよ、神様この野郎。ちゃんと上にヒントが書いてあるのは優しいですね。神様の優しさを感じます。ここが難しかったんだけど、こうやって投げちゃえば OK。で、次。ここがね、難しい。さっきどうすればよかったんだろう。これでいいのかな？こう？こういうこと？あ、違う。もっとずらさないとダメ？あー、難しいなクリア率をめちゃんこ下げてる。え、待って待って、これどうなった？すげえ。こんなのありなのかな。まあいいや。ここまでは合ってると思うんだよな。ずらして右側に乗せてやって、こいつをどうずらすか。ちょっとずつやっていこう。次が勝負、次が勝負。 OK、 ちょっとずらせた。もう一丁いいんじゃない。これはいける気がする。
フラグじゃないよ、フラグ。フラグは立てないよ。ちょっと、よし、いったー、きつかったー。よし、これで、やっと三つ目の扉入れるよ。中間、苦労したなー。で、次はどうしろと。わかった。こいつをずらしてやって、ドステンの上に落としてやればいいんだ。絶対そうでしょ。重なりすぎちゃうと落ちないんだね。もうちょっとか。こうだよね。違う？合ってるよね。あ、そうだよね。あ、度数を下に落とすわけじゃなかったのか。おー、すーげー、面白い。いや、うまいボス戦になってる。ファイヤーフラワー取っての、先に踏んでいくスタイル。そうするとどうなる？余計なことしちゃった？まあいいや。これで無事にクリアいたしました。P でパックンフラワーをずらすスタイルクリアしました。ありがとうございました。はい、そしてちょっと短いですが、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画もよろしくお願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。